さあ皆様、今回は、ジープのラングラーのルビコンです。これはマイスト製ですね。このようなハマってました。この下へ Y がつくんですね。ラングラーの前ルビコン、ネットでいろいろ調べたんですけど、いろんなジープがありますね。ラングラーも箱はこれでした。これマイスもいろんなもの出しますが、アウディやらベントレー、ブガッティ、フォード、GM、ジープ、いろんなの出しますね。ランボルギーニ、日産とかワーゲンとかポルシェとか。でもフェラーリはライセンスが切れたんですかね。フェラーリのマークはないです。サインですね、ほんと。ではこのままずつ回してまいります。これはね、2900円でした。そして送料とか、送料かかって4000円弱でしたね。4000円弱で手に入れました。精密なんですよね、これ。意外アンテナでしょうか。よいしょ。感じです。まず後ろから見てみましょうね。あんまり荷物は入りませんね、これは。ホルダーキャップもある。オートマですか。オートマですね。で、ライトはない。パネルがよく見えないな。こんな具合っすね。
一個間違えた。このターンテーブル二段式なんですよ。左に引くと ゆっくり回って、ゆっくり回るんですよ。で、真ん中が止めるです。そして右にやると早く回るんですよ。これいくらぐらいだったかな、いくらぐらい ?2000 ぐらいだと思ったんですけどね。確か。ちょっと昔買ったもんですね。では回してみます。よいしょ。裏も黒でいいですね。じゃあ皆さん、ジープ、ラングラー、ルビコンでした。バイチャー。